自然エネルギー財団カウントダウンということでね。なんかね、大林美香さんの件ね、やっぱりこれでは終わんないみたいですね。幕引きを許すなーという声がですね、いろんなところから出てまして、一番ね、このね、追求してるね、急先鋒はですね、国民民主党代表の玉木雄一郎さんね、厳しい調子でずっとこの問題取り上げております。昨日の夜の、投稿なんですけども、 X のね、かなり衝撃的な、内容が書いてありました。ちょっとね、これお読みします。今日はまあ事実陳列罪と取り混ぜながらですね、論評していきたいと思いますのでね、ちょっと引用長いんですけどね、お付き合いください。まずね、玉木さんこんな風におっしゃってます。河野太郎大臣の元に設置された再エネタスクフォースについては深刻なガバナンス上の問題があることを指摘せざるを得ません。専門性が乏しいと公の場で指摘されるような人、これはちょっと意味を補うと、専門性が乏しいと公の場で指摘されるような人ってのは、今回辞任した大林美香さんのことです。端的に言うとね、大林さんのような人ね、を選んだ選定プロセスについても問題ですが、と。これだけじゃないと、玉木さんですね。私が深刻な問題だと思うのは、岸田総理に規制改革推進会議の取りまとめを上申する際、法的根拠のない再エネタスクフォースの提言もセットにして上申したことです、と。実はこのですね、再エネタスクフォースっていうのは、何の法的根拠もない任意団体みたいなやつなんですよ。え?って思うかもしれないですけど、玉木さんね、この後詳しく説明してるんでね、そこちょっと読みますと、規制改革推進会議は、内閣府設置法第37条2項に基づき設置された政府の審議会ですと。設置根拠はありますと、法的にね。その運用ルールも明確に定められていますと。ところがですよね。ところが、ここからポイントです。一方、再エネタスクフォースは、内閣府設置法上、何ら法的根拠がありませんと。それなのに、その提言が一国の総理大臣のもとに届くこと自体、看過できないガバナンスの問題を露呈していますと。ましてその提言が外国勢力の影響を受けた可能性があるものなら、おさらのことですと。今後のためにも、大林美香氏が選ばれた経緯と政策への影響について徹底的に検証すべきです。大林美香氏の辞任をもって幕引きすべき案件ではありませんと。この後連投してるんですけれども、このですね、政府ね、岸田首相にね、上申された資料をですね、引用しまして、クリップしましてですね、こんな歪な政府文書見たことありません。参考って何?ということなんです。このね、参考って書いてあって、その下にね、例のタスクフォースで、大林さんが言ったような話がですね、丸々コピペされてるわけですよ。おかしくね?っていうことなんですね。玉木さん曰くですね、なんと規制改革の概要をまとめたポンチ絵にまで、再エネタスクフォースの提言が、カッコ参考で出てくる。異常と。いうふうに言ってます。なんでこんなことするんでしょうね。何の法的根拠も、設置根拠もない意見を、なんでこんなに五章大事にですね、規制改革会議のね、提言として滑り込ませるのか。なんかおかしいなっていう感じしますよね。この件についてですね、さらに続報がございまして、今日はもう事実陳列罪なんでね、これ、夕刊フジが報じてるんですけれども、大林美香さんにですね、この辞任した後ね、インタビューしたというんですね。ヘッドラインこう書いてあります。大林美香氏に夕刊フジが直撃。中国企業ロゴ表示の再エネ資料を提出で辞任。財団が半党の安定を助ける国際送電網構想を提唱ということで、みたいな話なんですけど、これちょっとね、長い記事なんですけど、なんかね、2019年のサイトですね、アジアインフラ、投資銀行 AIIB ですよ。 AIIB のサイトにですね、2019年なんかレポートが掲載されていて、でその中にね、こう書いてあったって言うんですよ。アジアスーパーグリッド、略して ASG ですけれども、 ASG 構想を見守る日本の自然エネルギー機関の大林美香氏は、中国、ロシア、北朝鮮の接続の可能性が高く、半島の安定を助ける手段にさえなり得る。我々は北朝鮮の経済成長を助ける何らかの手段を見つける必要があり、再エネは不可欠だと語ったと紹介されているということ。何考えてるんですかね、この人ね。何考えてるか聞いてみたいですけどね。大林さんにその意図をね、聞いたそうです、夕刊フジ。偉い。そしたらね、なんて帰ってきたかというとね、はっきり覚えてない。記憶が曖昧でと。ちょっと蓮舫さんお願いしていいですか?記憶が曖昧とか言ってますよ、こいつ。話なんですけど、記憶が曖昧だとはっきり覚えてないと。ね、した上でですね、こう言ったと。北朝鮮が不安定な状況というのは、日本を含めた東アジアに大きな影響を与えていると、思うので、再生可能エネルギーによる、電力供給は非常に可能性があると考えているようです。当時の、韓国のムンジェイン大統領は、就任される前から ASG 構想を持たれ、韓国と北朝鮮の雪解けのような状況があった。こうしたことを背景に発言しているように考えますと、いうふうに答えたそうなんですけど、どうなのということでね、実際にですね、大林さんがどんな発言をされたかというのはですね、この AIIB のね、レポートあるんです、今目の前にね、 The Green Imperative か Developing Interconnected Low Carbon Power Networks in Asiaということでね、結構長いレポートなんですけど、この中にね、該当箇所がね、2つぐらいあります。大林さん出てくる場所ね、そこちょっと翻訳したんで、これもそのまま読みたいと思うんですよね。ここ書いてあります。韓国のムンジェイン大統領もまた地域電力統合の強力な推進者であり、 ASG、アジアスーパーグリッドですよね、これの支持者である。彼は ASG を再生可能資源、
括弧韓国は現在電力の約 2% を再生可能エネルギーで賄っているが、この数字は過去20年間ほとんど変わっていない括弧閉じを活用し、地域間で結びつきを深めるための手段だと考えている。韓国と中国との送電網運営会社はすでに協力協定に署名している。北朝鮮はまだ正式に ASG に参加していないが、 ASG の開発を監督している日本の再生可能エネルギー研究所の大林美香所長は、中国、ロシア、北朝鮮の接続は可能性が高く、送電網は半島を安定させる手段にさえなり得ると考えていると。北朝鮮が経済的に成長するためには、再生可能エネルギーによる電力供給が不可欠ですと彼女は言うということで。ムンジェインさん何言ってんすかあんたみたいな話ですよね。北朝鮮が経済成長すればああいう敵対行動をやめるかっていうと多分やめないと思うんですよね。ロシアがだってね、あれだけヨーロッパにねガスで儲けさせてもらったのにさ、今こんなことやってるわけでしょ。今北朝鮮にこんな電力を渡すなんてありえないと思うんですけど、まあそうすることが素晴らしいとムンジェインがね、まあそういうまあこと言ってたんですけど、それに大林さんも丸乗りしていたということです。さらにあとね、もう一箇所あります。これまでちょっと長いんですけどね、引用しました。アジアには自然エネルギーに関して未開拓の巨大な可能性があり、地域ネットワークはより多くの容量を開発し、アクセスを向上させ、より強力な経済統合を支援するのに役立つだろう。しかし地域送電網は一夜にして実現するものではない。ヨーロッパの送電網は半世紀以上前から接続されているが、加盟国間で取引されている電力はまだ10分の1に過ぎない。アジアで最も発展している南アジアと ASEAN の相互接続プロジェクトはそれぞれ20年前から計画されており、現在ようやく多国間取引に向けた第一歩を踏み出したところだ。 ASG については、日本が朝鮮半島の他の地域と接続するにはまだ、ね、数年かかるだろう。このプロジェクトはまだ政府の正式なバックアップを受けていない。パリ協定で定められた目標を達成する必要性を考えれば実現すべきだと大林氏は考えているということでそうだったんですか、大林さん。なるほど、繋いだ方がいいって激推ししてたのね。大林さんのセリフ、この後続きます。私は日本が2050年までに接続されないとは想像できません。日本が排出量の 80% を削減しようとするなら、再生可能エネルギーの 100% を実現していかなければならない。最終的なタイムフレームがどうであれ、はっきりしているのはアジア域内でさらなる接続が進む可能性があり、地域送電網が気候変動対策の武器の一つになるということだということで、お力強いお言葉いただきました。小林さん、ありがとうございます。ごちそうさまです。ということでね、金華玉城のようにですね、 CO2 削減、再生可能エネルギーの割合を増やそうという中で、経済安保が置き去りになったような、なんかそんなちょっとチラッとね、一抹の不安感じたんですけど、小林さんどういうつもりなんですかね、これね。ご本人もこの発言よく覚えてないということなんですが、もうちょっと責任持ってちゃんと覚えててほしかったなと思うんですけどね、残念だなというふうに思います。これに関連してですね、元朝日新聞の峰村健二さんね、今キャノングローバル戦略研究所の主任研究員やられてますけれども、ツイッターでね、こんなことをおっしゃってます。峰村法第1弾ということでね、日本ではロゴ問題と歪償化されていますが、経済安全保障に直結する根本的な問題なのですと。この小林さんの問題ね、問題となったのは中国の国営電力会社国家電網公司、とはですね、どのような会社か、その戦略目的とは、本質的な問題に迫りましたということ。これもね、夕刊フジに実は、峰村さんのですね、今週のレポートが出てます。結構長いんですけど、ちょっとね、一部ね、抜粋してお届けしたいなと思うんですが、タイトルね、フィリピンの先例警戒、中国が電力支配、40% 株式保有、送電止める危険、米軍基地抱える日本も脅威、再エネに中国の影第5弾と、いうことでね。で、この中でね、40% 株保有、送電止める危険というね、込み出しついたところの文書ね、ちょこっとだけ読みますけれども、国家電網公司がですね、積極的に進出してきたのがフィリピンなんだそうです。親中政策を取ってきた、アロヨ政権時代に、フィリピンの国家、送電会社、NGCP って言うんですけれども、ここになると 40% 出資と、2009年から全国の発電所から配電設備までの送電を、受託したと。ところが2019年11月、議員向けの内部報告書で、フィリピンの電力網が中国政府の完全な支配下に置かれており、我が国の電力網に混乱を引き起こす能力を持っていると警告されたことでですね、まあ、この問題発覚したと。いうことで、今フィリピンちょっとチャイナとね、南沙諸島でね、ちょっと小競り合いやってますけれども、こういうの使われちゃう可能性あるんですよね。NGCP を監督する送電公社の責任者が、議会の証言で、フィリピン人技術者が施設への立ち入りを制限されており、中国によって送電を止めることができる可能性があるということを認めたと。これやばいですよね。さらにですね、このね、米軍基地なんかにも電力を供給してたりするんですよね。なので、非常にこれ深刻な問題でね、峰村さん曰く、単なる事務的なミスで片付けるべきではないと。いうふうにおっしゃってます。私も、これ賛成ですよね。こういうようにね、なんだかよくわかんないけど、結論的にこれ、チャイナにプラスにならないみたいな不思議な出来事っていっぱい起こるんですよね。
なんかよくわかんないですけどね。安倍首相みたいなもんですかね。ダンプ松本さんがね、こうガーってこうね、カバー入るとカウント早いみたいなね。ライオンネス飛鳥さんが言ってもこう遅いみたいな。なんかちょっと安倍首相的なものがね、僕もね、日曜日ジョネ首相とかやってますけど、安倍首相的なものはなんかちょっと世の中増えてんじゃないかなと嫌ななんか感じがしてきたんですよね。で、そんな中ね、今日ね、JR、東海がですね、JR 東海2027年のリニア開業断念、静岡着工目の立たずということで、これ日経新聞の記事ですけどね、中央リニアのですね、開業ですよね、最短で2027年としていた開業目標を断念する方針を明らかにしたと。トンネル掘削による川の水量減などを懸念する静岡県がですね、県内工区の工事に反対していると。着工の目処が立たず、早期開業は困難と判断したということで、もうこれ今ネット上でね、川勝知事に対するね、批判がもう、非難ごうごうという感じで、地図の中身もうちょっと考えてくれみたいなね、ことになってますけど、これもね、チャイナが今一生懸命リニアやってますよね。こういう形でもあえて妨害って言いますけど、妨害受けるとですね、チャイナの方がなんか先に営業運転しちゃいそうななんか気がしますよね。安倍首相安倍首相なんかカウントなんか、関東なんかちょっとおかしくないスピードみたいな。なんかちょっと感じるんですけどね。大丈夫なんですかね。この間ね、なんか下北半島のね、いろんなこう戦略上重要な土地にね、チャイナの資本入ってるっていうことでね、話題になりましたし。あと、イミジクもね、この間高市さんがね、そういう土地のまあ、その、規制ですよね。そういうまあ安全保障重大な土地の規制についてもうちょっと積極的にやるべきだといったね、趣旨のね、発言もありましたけれども、こういう形でですね、民間を装って入ってくる。それが地方から入ってくるって基本的にこれサイレントインベージョンの基本なんですよね。基本的に基本ってちょっと変ですけど、基本中の基本ね。サイレントインベージョンの基本中の基本は、民間企業を装い、なおかつですね、政府の監視の目がちょっと行き届きにくいね、地方からこう、入ってくるんですよ。なんで本当にね、これ気をつけなきゃいけない。フィリピンの例もそうですよね。民間企業を装って、まあでも国家電網公司ですからもう国ですよ。これが、そのまあ、フィリピンのね、電力会社。電力公社の下にある民間電力配電会社のかな。ここを買うみたいな、こういうようなことをまあやると。日本でももしですよ、地方からなんか入ってるんだとしたら、これちょっと有識問題ですよね。実際にね、下北半島なんかちょっと、あそこ重要なんですよ。潜水艦を監視したりとかいろいろする場所があるのでね。そこになんかどうも入り込んでると、いうようなですね、ニュースも出てますので、やっぱりね、私ね、民法をもう一回改正した方がいいんじゃないかと思うんですよね。例えばですけど、こういう土地の収容問題についても、もう国家プロジェクト法みたいな、やっぱ特別法でさ、リニアはやっぱやんなきゃダメでしょ。水がなんとかなんてイチャモンだからね、はっきり言ってね。これもそうだし、あと下北半島とかで重要な土地ね、買ったって人は、買ったはいいけど使えねえよ、みたいな感じでね。永久地上権をもう国の方でゲットしますみたいなのとか、ちょっとやらないとですね、なんかやっぱちょっと平和ボケそこまずいかなって。民法改正ですね。民法ではね、やっぱ権利強すぎるんですよ。持ってる人のね。なんでちょっとその辺をですね、まあ、所有権のね、権利の強さって異常なんで、もうちょっと国のね、安全保障に関するものについては、ちょっとそれ諦めてくださいと、いうようなことも必要かなと、いうふうに思いました。